い、今日は、梅田駅前ゴルフスクールに、来ました。なんで来たかという、今日はね、YouTube チャンネルにふさわしい方をゲストに、お招きするという、ね、僕はもう第1回はもうこの方って決めてたので、今日はちょっと楽しみに、ご覧ください。そういうことで本編にスタート。どうも、制御チャンネル第7弾でございます。今日はですね、両腕投手としてかつてのプロ野球を沸かした鹿田豊俊さんを第1回のゲストにお招きしております。鹿田さん、どうも、はじめまして。はじめまして。もう YouTube はじめましてお久しぶりで、本当にもうご活躍ないよりでございます。いや、鹿田さんはですね、今もうなんとゴルフスクールをですね、関西各地を拠点にもう11店舗だそうですが、自慢しております。そんなことでね、今日はちょっと野球のお話も交えてちょっと私がナビゲートしていこうと思います。鹿田さん、ね、ね、私一番ね、鹿田さんとお会いして一番最初に思ったことが、チャレンジ精神というか、はい、ね、要するにプロ野球にそもそも入る時に、両腕っていうものを引っ提げて入った時に、ね、その周りのこう風当たりというか、そんなんどうやみたいなのっていうのは当時は実際どうだったんですかね。今はね、時代が変わってるから、今の方がね、受け入れてくれるんで、その方が、ね、まあ、風当たりが強かったですよ。はい、で、当時杉原監督がいらっしゃって、はいはい、ね、で、まあ、もともと左利きでいらっしゃったんですか。そうです、もともと左利きです。だから左打ちで、ようなね、はい、なるほどね。いくつぐらいの頃から実際、野球やったの高校からなんですよ。高校生から。高校生から。ただ、その本当に野球が好きだったんですけど、その田舎が島育ちって、はいはいはい、野球できない環境だったんですよ。全校生徒がその10人とかそんな感じの、だから野球がなくなって自分の身に練習するので、その石ころ投げたんですよ。川に投げたんですね、海に投げたんですよ。楽しくなくて、でその両手で試合形式。あ、なるほど。以下表は左で、裏は右で。なるほど。遊び感覚で、こっちこっちみたいな。はい、で、5年生ぐらいの時はもう結構それが投げれるようになってたんで、まあ、将来プロ野球選手になるのに、ね、両手で投げられるプロ野球選手になろうって、っていう、その策も書いてます。そんなこと、子供の頃に。はい。それ実際そこ引っ提げたら、はい、最初に書いちゃったら入らざるを得ないですもんね、これ。ああ、そうですね。そのまま突き進むしかないから。なるほど、なるほど。まあ、有言実行というね、先にしてしまうって、なんか分かるような気がしますね。まあ、それ入って、実際にプロ入ってみて、で、まあ、私が一番思ったのは、その当時、何回行ってったら、ちょうどね、杉浦さんがやられておった時代で。でそれこそ一時代その、まあ、野村さんが監督やったりとかした時代をちょっとこうピークがちょっと下がったぐらいの頃ですね。はいはい、であの頃でもパ・リーグはでも強かったですね。なんだかんだ言っても昔から、ね、そうですね、はい、強い、はい、でね、僕は今近田さん、まあ、野球人でいらっしゃるし、まあ、ゴルフの、まあ、ティーチングプロでいらっしゃるのもそうですけど、はい、お聞きしたいのはね、はい、まあ、パ・リーグ有利な今の時代って言われてますけど、もともと実力の場と言われた時代があったじゃないですか。はい、で見ててやっぱ強いですよね、パ・リーグは。強いですね。ね、まあ、まあ、だいぶやりを離れてるので、僕も、はい、個々の選手すごいなと思ってますって見てしまうんですよね。ああ、なるほど、なるほど。だからそのセ・リーグとパ・リーグのその時代を生きてきて、見てきてね、でやっぱセ・リーグ、まあ、阪神に移籍してどのように感じられましたか。やっぱり人気球団だったんで、ファンとか その関わりは何回とかが言えるかはちょっと違いますね。もうマスコミがね、バーンって、はい、なるほど。いやー、そっか。まあ、移籍っていうのは次のね、新天地に向かって、じゃあこれからもセ・リーグでやってやるぞみたいな気持ち強かったですか。はい、そうですね、なんか、まあ、その頃から僕の場合はね、
指導方法ある、どうも自分でしっくりこなかったんですよ、野球の。ああなるほど、うん、だから、頑張るぞっていうか、まあ、阪神に来ても同じなのかなって思いながら。ああなるほど、プロ野球の指導法ってそれは本当にそのコーチ一つで変わるっていうじゃないですか、はい、まあ、ただそう、ね、僕もこうやって教える仕事をしてしてただそう振り返ってくるとそのコーチのことはもう正解のことばっかりを言ってくれてたので自分にとってはですよ。なるほど、ただその自分は教え方って自体がもうその時の思い描きでやってるんですよ。ああなるほどね、はい、いややっぱりその指導、まあもちろん指導その経験が、はい、まあ、今のね、はい、お仕事にも当然生きてるんでしょうけど、ちかさん、ワンエーの、はい、ね、アメリカの、はい、に行かれたっていうのを聞いてたんで、はい、その時の経験なんかは、これもチャレンジですか、やっぱり。いい経験になりましたね、本当に。ね、サリナス、はい、ね、ワンエーサリナスって どんな環境だったんですかね、当時は。僕ね、今日写真ね、はい、しっかりね、はい、見たら、近さ、思いっきり左手をこうやって写真あったんですよ、はい、ここ、ここじゃないですか、はい、ね、あれ、カード持ってるんですよね。カード、野球、ベースボールカード、すごいですよね、はい、いや、もう本当、今ね、そのアメリカの野球の話っていうのは今、僕がちょっと聞きたかったのが、その近さん投手でいらっしゃるから、はい、僕が今一番思ってるのは、球数問題、うん、はい、やっぱその、まあ、昔ね、近田さんの現役で取られたことって言ったらそんなに球数っていうのは言われなかったですけど、今投手のそのね、肩の消耗だったりとか、うん、そういうのもそのサリナス行って実際アメリカで見たその当時のメカニズムというか、うん、その指導とかね、それからまあその、その頃からって結構言われてましたか、その球数の問題っていうのはアメリカは。100球超えたらもう変えるみたいな感じで、もう今ほどそんなにね、なんかなかったけど、そう言ってましたね。あ、そうですか、もうその頃から。その頃から。だからやっぱりこう、ね、アメリカと日本の方が出て、やっぱだいぶ、僕はアメリカの方がだいぶ進んでると思ってるんですよ。ああ、僕もそう思ってます。もちろんですけど、まあ、10年、下手したら20年ぐらいで、ね、そうですね。それも選手たちのケアもそうだし、日本はちょっとその辺はまだ音じゃないかな、まあ、歴史が違いますからね。そうですね、アメリカ、まあ、確かにズレはありますよね、はい、なるほどね、やっぱり球数の問題はやっぱ絶対ですよ、どうしてもね、うん、はい、僕が感じるのは特に身体能力が実際170センチ台のピッチャーが投げる、まあ、同じ球数、うん、まあ、100球でにしても180センチ以上の投手が投げる100球っていうのもスタミナの使い方とかも違ってきますよね、はい、そこのラインっていうのが多分日本人は、はい、まあ見極めていくまで100球っていうの数字は結構クリアされるのは問題に難しいんじゃないかなって思うんですけど、はい、その辺どのように感じられますか。僕もそう全く同じだし、あ、そうそう、肩の関節結構成功に作られてるじゃないですか、はい、だから肩が痛くなったから壊れたからっていうんじゃなくて、痛めなくても年齢がいったら効くじゃないですか、うん、ます、まあ、そういうことを考慮したのがアメリカじゃないかなと思って。長く投げれますもんね、やめて何年もして肩痛くなったっていう人もいるだろうし、そうですか、いやもうね、野球の話になってもどんどん入ってきちゃうので、ちょっとね、ゴルフの話題に、はい、近田さん、まあそもそもこのゴルフのティーチングプロをね、習われて、この関西でこう広めようって思われたのってのは、引退されてすぐ、まあ、なんかプロゴルファー、最初プロゴルファーを目指して、やって、はい、まあ、30歳まで、まあ、研修生なんで、そこからレッスンと、自分の声で、併用しながら。うん、なるほど、はい、本当に本格的にもよしもうこの辺でと思ったのは35歳です、ね、あ、いや僕鹿田さんとお話をした時に思ったのがね、見るはゼロっていう話がありましたよね、はい、見るはゼロ、はい、打つ時にそのボールを、はい、ね、これ洗っちゃったんだけど、はい、見るはゼロ、はい、見るはゼロですか、何ですか、打っても当たらないからって当たらないものを見ないで打っても出るだろうっていう理論、これ
だすごい僕がやってる力学と相通ずるものがあったんですよ。僕もどっちかって言うとその物体ってボールをこう来たら打つっていうそのまあボールは当然止まってるボールを打ちますよ。ボールでも動い野球は動いてくるボールを打つんですけど、捉えるって言った時に、まあ、見るっていうところに執着をしてしまうと、はい、もともとそのボールって空間を飛んできて、はい、そこの空間ももちろんあってのボールじゃないですか。僕はどっちかというとボールを見るんではなく、その空間を自分の中で掴みなさいって言ってタイミング理論を、ね、よく教えてるんですけど、ビリッと来ちゃったんですよね。ハンバーガー食べながら、ハンバーグ食べながら、あれそうなんですか、見るはゼロって言った時に、なるほど。僕のその教える方法のやり方を、もう20人ぐらいのインスタグラムたちが見せてくれるんですよね。まあ、ちょっと初回のレッスンを聞くとすごい面白いんですよ。みんな全く同じことで、皆さんぜひ、これはもうゴルフスクール行って、もうね、私もね、知り合いにも結構プロゴルフ協会の関係者の人とかいらっしゃるんで、これ見せたらね、バンバン、ね、宣伝できます、はい、僕ね、本当そういった意味ではその視点がすごいと思う、はい、その DNA をね、その持ったそのインストラクターの人たち、まあ、近田さんの DNA をこの持った人たちが次から次へと、よっぽどその、まあ、指導力がね、終わりというか、僕はそっちの才覚がなくてね、限られた人間だけでね、もうね、ちま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 って本当すごいと思いますよ。もう11店舗っていうのはね、すごいですよ。いや、一人で回りきるの大変じゃないですか。まあ、大変、ね、で、今日はですね、まあ、ちょっとゴルフの話からまた野球の話しようと思います。グローブをちょっと持ってきていただきます。両投げのグローブ、はい、これは僕より有名ですよね。いや有名近づいてるよね、はい、いや、でもこれ実際やって、まあ、いわゆる野球って言ったらスイッチで打つのがね、はい、変えるっていう、はい、それをシチュエーションしながら作ったわけですよね。そうです、畑山さん、最初作ってもらって、もっとこうしてください、もっと小さくしてくださいって、改良しながら。いやー、まあ、ちょっといいですか、中にはもう手はいりませんか、はい、あ、いいですよね。これはすごいですよ。なるこれ、いわゆる、まあ、いわゆるこのバランスってすごいですよね。これね、変な話、型って例えばね、右と左ってボールを取る時のその型の作り方って違うじゃないですか、はい、形って絶対象ですね、はい、これ全く対象ですよ、これすごいですわ。そもそも右はサイドハンド、そうです、左がオーバーハンド。それなんでかって言ったら、はい、面白くなかったんです、一人で遊んでて。かわいいかそうそうそう、そう、うん、投げるときに、こっちは面白くない、面白くない、面白くない、分かる分かる。あ、そのなんかね、遊び心もね、今の少年たちにもね、お伝えるべく仙人ですよ、この近田さんはそういった意味では、まあ、僕のね、この YouTube チャンネルベースボールと芸能っていうのには本当に近いね、あの方で、芸能の話もちょっとしますけど、まあ、このグローブはほんまにすごいです、日本初ですからね、こんなありえません、普通じゃね、考えられません。それでね、近田さん、指導の話からね、近田さん今ご子息が、はい、結構頑張ってらっしゃるじゃないですか、キューちゃん、はい、ちょっとキューちゃんの話をね、お聞きしたくて、はいはい、近田さん流子育て、はい、ね、ちょっとね、SNS を見るたびに感心させられてて、ね、キューマ君、ね、近田キューマ君という今劇団で映画も出られて、私ね、キリコの歌ってね、恐竜の歌を見ました。あ、はい、もうなかなか、はい、なかなかもうキャラクター極まっちゃって、はい、彼が一番出てくるとピカーンみたいな光るんですよ。この劇団ひまわりのもうね、もうグッと出てきたね、はい、このキューマ君。そもそもそのキューマ君がこの結果に入るきっかけっていうのは何だったんですか。きっかけはね、赤ちゃんモデル、はい、方法を知って、はいはいはい、はい、赤ちゃんモデル、はい、でそれがきっかけでスカウトですね。なるほど、ち
カートは今の時代と決まるんです。で、まあ、僕は一個 CM とか出させてもらえるんだから、はい、おじいちゃんとかおばあちゃんが喜ぶだろうと思って。ああ、うん、なるほど、ね、はい、その思い出作りみたいな感じで、ああ、いいんじゃない。なるほど、まあ君は男前やもんな。いやいや、なかなかね、目立って本当にね、まあ、これひまわりのね、はい、YouTube チャンネル見てくださってる先輩も大先輩、林ひろこさんとか、はい、宮脇康之さんとか、はい、って方も見てらっしゃるし、そういう方たちもね、後を継ぎつつこの関西を背負って今度は、大スターになるんじゃないかというね、キューマくん、キューちゃんことキューマくん、四方キューマ、皆さんね、どうぞね、よろしくお願いいたします。本当にね、まあ、そういう子育て論ってね、やっぱり厳しく育てながらすごい可愛がって、もう慈しんで慈しんで、もうにじみ出てくるんですね、SNS から。それを投稿見るために僕は心が揺れるんですけど、どうですか、キューマ君って、厳しく育てるっていうのはバーって厳しくされます？全く厳しいです。失礼ですね、結構人間がね、まあ、大きな子供もいるんですけど、はい、その子たちはもう本当、もうそれそれ段階でも結構知ってます。はい、知ってます。はい。で、その子たちも一緒なんですけど、はい、まあ、オーディション来ました。はい。大変だった、落ちるじゃないですか。これ本当は歩んできた人生なんで、試合トライ、はい、トライしました。しました。大変良くないっていう方が多いんですよ。うん、あ、はい、でも、それで落ち込むんじゃなくて、ダメだった、よし、また練習して次頑張ろうっていうのを励ますのを繰り返す。さっそうだわし、はい、はい、次、また頑張ろう、次行こうね。そうですね、1個の技かけたって、そんなかかんないときだったりよ、次の技かけようね。そうです、次頑張ろう。これが近田豊俊教育論みたいな。そうです、100回やっけて、1回目は受かるかもしれない、でもその100回受けたことが練習になってるようです。素晴らしい、素晴らしい。いや、そういうふうにね、のびのびとね、今ほらお子さんの問題あるじゃないですか、いろいろ虐待が何なのって、あの見るたびにね、やってんねんって、大事なね、心ある命をね。そうで、僕も海外なんか行くと一番思うのが、海外行くとね、子供をね、まず一人の人格者としてじゃなくて人間として育てるんですよね。子供として見ないで、きちっとまず外に出たら、で家の中では子供としてちゃんとしつけるっていうのができてて、やっぱすごい褒める、いいところはやっぱ、楽しませてあげて、でそういうやっぱり明るくね、育てていけてるのがもう素晴らしいと思います。そうですか、いや、近田さんの子育てのゴルフも同じ、生徒もそう、ゴルフも教える方も一緒、本当に一緒、もうやるからね、だからどんどん次から次と、まあまあ、ゴルフはいっぱい来るね、楽しいと。いや、今日はね、ありがとうございました、本当なんかね、いや、もうね、私は、近田さんとね、まあ、クラブチームも盛り上げていきますし、これからもね、近田さんの応援よろしくお願いいたします。今日はそんな感じで、近田さん、本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次回またお楽しみに、声業チャンネルでした。ありがとうございました。